平ンギットルはアイスランド島の南西部にある火山。シンクベトリルの南にあり、火山帯の部分はおよそ100キロ平方メートルに広がっている。平ンギットルは現在もかつ火山であり、周囲には温泉や噴気口が多数あるが、噴火は約2000年前の痕跡が最後のものであろうと推測されている。エンギットルの近辺では、シンクバトラバトン湖の西岸の近くには、 ネイシャベトリル発電所が、その 11km ほど南には、ヘトリス平ジ発電所があって、アイスランド東南部へ電力を供給しており、ヘインギットルは重要なエネルギー源となっている。どちらもレイキャビークエネルギー社が運営している。ヘインギットルの近辺には、温泉も多いこともあり、ハイキングのコースが多い。温泉がいくつかある、小さな村、クベラゲルジもこの地域である。 この地にまつわる差が及びその他の伝承もある。その中には、ディラフィオットルの山中の道で、正直な放浪者たちを待っていた女トロールのよらが、若い農夫に殺された、というような話もある。ありがとうございます。